伺っているここ鳩居堂の歴史について伺いたいんですが、鳩居堂創業は何年になるんでしょうか。はい、西暦の1663年、寛文3年、私どもは京都で薬種業、今日でいう漢方薬ですね、これでお店を始めましたので、この漢方薬とお香の原料というのはほぼ共通してるんです。まあ、そんなところからお香を作り始めたというのが、まあ、最初ということなんですけどね。最初その創業当時、はい、お香を使っている人たちというのはどのような目的で使ってたんでしょうか。はい、最初はまあ薬屋さんなんですけれども、それからその原料でお香を作り始めた時には、文人墨客、すなわち江戸時代の文章で仕事をしている人、あるいは、お茶だとかお花だとか、そういう関係の人たちがお客様でしたね。いわゆる今日で書斎ですね。書斎で、文房具の一つとして香りが使われていたということですかね。